フランス語共同体フランス語共同体におけるワロン語使用地域と方言区分ワロン語はベルギーのワロン地方及び北部フランスの一部で話されるラテン語から派生したロマンス語の一つでオイル語系の言語である。ワロン語を話す人口はおよそ60万人と言われている。ワロン地域のリエージュ州、ナミウール州、ブラバンワロン州、リュクサンブール州、エノー州で主に話される。 フランス国境に近いエノー州、ナミュール州、リュクサンブール州では、フランス語諸方法との和社も多い。ただし、ベルギーの公用語はオランダ語、フランス語、ドイツ語であり、ワロン語は公用語ではない。ベルギー国外では、フランスのベルギー国境近くと、19世紀に多くのワロン人が移民したアメリカ合衆国のウィスコンシン州北東部でも話されている。 フランス国内のフランス語の処方ことが、パリ方言の影響を強く受けているのに対し、ワロン語は、古い特徴を保っている。ベルギーではフランス語が広く話されており、フランス語とワロン語は区別される。現在のベルギーのワロン地域や首都ブリュッセルでは、標準フランス語が話され理解される。ただし、交互には、いくらかのワロン特有の言い回しや鉛が見られる。ありがとうございます。